はい、お世話になっております。機動戦士ガンダム00よりマスターグレード100分の1ガンダムバーチェです。こちら2021年11月発売、販売価格8800円となっています。はい、今回のキット、機体の、装甲の着脱が可能で、バーチェとナドレの両方を再現可能です。さらに部分的とはなりますが、内部フレームも存在するということで、3層構造になっているため、パーツ点数はかなり多めになっていますね。ランナーは GN フレーム、ナドレ、バーチェと、分かれています。 100% 正確にパーツ分けがなされているわけではありませんが、それなりのパーツ点数でランナーからのパーツのピックアップも一苦労です。ひとまず GN フレームとナドレランナーを並べてナドレを組んで、最終的にバーチェランナーからバーチェを組むというのがスムーズな組み立て手順になるかと思います。はい、それでは説明書の方にあるガンダムバーチェの解説を読み上げていきます。西暦2307年、施設武装組織ソレスタルビーイングは全戦争行為の根絶を掲げ、歴史の表舞台に姿を現した。ソレスタルビーイングは武力介入の手段として4機のガンダムを投入したのである。そのうちの1機がこのガンダムバーチェであった。オリジナルの太陽炉かっこ GN ドライブを搭載したガンダムの中でも、重装甲大火力を誇るガンダムバーチェは GN バズーカと GN キャノンを用いた砲撃戦をコンセプトとして設計がなされている。これは他のガンダム、核闘戦を主体とするガンダムエクシア、狙撃任務を行うガンダムデュナメスなどとの大きな違いとなっている。こうした重装化は機体の機動性を低下させるというデメリットもあったが、本機は GN 粒子による重量軽減効果により問題とはならなかった。また GN フィールドによる高い防御力も本機の特徴として挙げられる。さらにガンダムバーチェはもう一つの形態を有していた。それがガンダムナドレである。ガンダムバーチェの素体ともいえるガンダムナドレは第二世代ガンダムであるガンダムプルトーネの系譜に属する機体であった。さらに武力介入への投入を想定していない特殊な機能、トライアルシステムを持った機体であり、その機能とはガンダムの特殊性と密接に関係していたのである。なお、武力介入以前のガンダムバーチェには2種の装備が検討されていたことが知られている。同じくガンダムナドレにもトライアルシステムの効果範囲を拡大する増加装備が用意されていた。はい、ということですね。では続いてガンダムナドレについてです。ガンダムバーチの重厚なシルエットを構成する各部の増加装甲は任意でパージが可能となっている。装甲を分離することで内部に隠されていたガンダムナドレが姿を現す。ガンダムナドレの頭部から垂れ下がる大量のコードは各部の増加装甲に GN 粒子を供給していたものであると同時に、本機の外見上の特徴となっている。この装甲の分離機構はトライアルシステム発動時を想定したものだが、緊急回避などで使用されるケースもあった。はい、ということですね。では続いてトライアルシステムについてです。ガンダムナドレにのみ搭載された特殊機構、発動すると量子型演算処理システムベータの制御下にあるガンダムのコントロールが可能となる。この機能により本機はガンダムの造反やダッシュなどによる悪用を防ぐ安全装置としての役割も有した。はい、ということですね。では続いてバーチェ・ナドレの武装についてです。まずは GN バズーカ。ガンダムバーチェの主兵装である大口径ビーム兵器、高圧縮状態の GN 粒子を発射するもので、複数のモビルスーツを一撃で撃破するほどの威力を誇る。通常モードとバーストモードの2つのモードで運用が可能で、特に後者は機体の GN ドライブに直結し、
さらに方針が延長することで通常モードよりも高い威力を発揮した。ただし消費する GN 粒子量が多いため連射ができないなどのデメリットもあった。 GN フィールド、 GN コンデンサーに蓄積した高濃度の GN 粒子を放出することで機体の周囲に球体のバリアを展開する。圧縮率を調整することで防御特性を変化させることも可能。GN フィールドの発生装置は GN キャノンと脚部装甲に内蔵されており、使用時にポップアップする仕組みとなっている。 GN キャノン、2連装のキャノン砲で使用時には方針が伸長する。バックパックにアームで接続されているため広い射角を有する点が特徴。ガンダムバーチの装備の中でも GN バズーカに次いで高い威力を持つ。アームから取り外して運用することも可能で、ガンダムナドレではマニピュレーターで保持することでより広い射角を確保した。なおユニットには GN フィールド発生装置も組み込まれている。GN ビームライフル、国連軍との戦闘で使用した射撃兵装でガンダムプルトーネの装備を改良進化させたもの。威力は GN バズーカや GN キャノンには劣るが速射性に優れる点が特徴。また銃口からビーム波を形成可能など高い運用性を有する。 GN シールド、GN ビームライフルと同じくガンダムプルトーネの装備を改良したもの。細身のため防御面積は小さいが軽量で取り回しに優れる。また表面に GN 粒子を固着させているため実体弾、ビームの双方に高い防御力を有する。 GN ビームサーベル、GN 粒子で刀身を形成した格闘兵装。ガンダムナドレの膝アーマーに格納されているため装甲をパージした状態でも使用できる点が特徴である。ただしガンダムバーチェ自体が格闘戦を想定した機体ではないためあくまでも緊急用として用いられる。はい、それでは過去に発売された100分の1スケールのバーチェとマスターグレードのバーチェを比較したいと思います。100分の1スケールの方は特定のグレードにカテゴライズされているわけではないので、今回は便宜上無印と呼ばせてもらいます。はい、ではまず基本情報です。無印100分の1ガンダムバーチェ、2008年2月発売、販売価格4400円です。そしてマスターグレード100分の1ガンダムバーチェ、2021年11月発売、販売価格8800円。約13年ぶりに100分の1スケールマスターグレードとして商品化され、価格差は4400円。ちょうど無印の倍ということですね。はい、ではまず部位ごとに比較していきます。まずは頭部です。当然ながら MG の方が色再現度が高くなっています。顎やコンデンサーのサイズ感など微妙なバランスの相違はありますが、発売に10年以上の開きがありながら酷似したデザインと言えると思います。 MG の粒子供給高度はより繊細で奥行きがありボリュームのあるデザインとなっています。一方で無印のそれは MG との比較ではやや小ぶりでチープに見えてしまいます。バーチへの感想です。まずは MG からですが、粒子供給コードを外しマスク、アンテナ、トサカ、後頭部の装甲を装着します。続いて無印です。粒子供給コードを外しマスクとサッカー後頭部の装甲を装着する工程は MG と同じですが、アンテナは取り外して差し替え対応となります。
後頭部走行の構造が異なり、装着方法が MG とは異なります。無印は中央に分割線が入る形になりますね。 MG は顎や後頭部の一部などより正確な色再現となっています。また MG の方がバーチの走行のボリューム感が増しているように見えます。はい、続いては腰部も含めた胴体です。色再現にそこまで大きな差はありませんが、 MG は部分的に内部フレームが存在するため、チラ見えするグレーのパーツのおかげもあって密度感は増して見えます。ただ刻まれているディテールや全体のデザインにそこまで大きな変化はないため、墨入れや塗装による色分けなどが正確に行われれば、 MG と無印の間にある外観の差は幾分埋まるだろうと思います。 MG と無印では腰部ブロックの分割ラインが異なるようです。粒子供給高度は頭部同様 MG の方が長くボリュームがあります。 MG はより複雑なパーツ構成で GN ドライブも再現されています。また MG は LED ユニットの組み込みも可能となっています。無印はコンデンサーが透明のクリアパーツのみであるのに対し、 MG は透明とグリーンのクリアパーツの二重構造になっています。これについては全てのブロック共通です。さらに MG は細かな可動ギミックが実装されています。また無印の GN ケーブルは水色の軟質パーツ、 MG の GN ケーブルはホログラム加工が施されています。はい、胴体のバーチへの感想です。まず MG からですが、頭部同様に粒子供給コードを外します。アンテナ部分、コンデンサー部分、胸部、腹部、そして腰部のフロントとリアにそれぞれ装甲をかぶせて GN キャノンを含めたバックパックを装着します。腰部装甲にはリア、フロントとも裏打ちありですね。はい、続いて無印です。手順は MG とほぼ同じですが、アンテナ部分の装甲はワンパーツで色再現が不十分ですね。腹部装甲のパーツ分割も MG とは異なり、側面に分割線が出てしまいます。また MG とは異なり、腰部フロントアーマーに裏打ちはありません。 MG はアンテナやコンデンサー周辺の装甲、また腰部サイドアーマーの色再現がより正確となっています。デザイン的には大きな相違もなく、ディテールの密度感も特別大きな差異は感じられません。 MG の方が胸部とバックパック GN キャノンにボリュームがあり、一方で無印の方は腰部リアアーマーにボリュームがあり、わずかながら各エリアでバランスの違いが見て取れます。お互い GN キャノンと GN フィールド発生装置の展開ギミックを実装していますが、 MG はその内部まで正確に色再現がなされています。またお互いバーチの装甲装着により腰部の回転がロックされてしまいます。続いて腕部です。上腕に若干のデザインの違いが見て取れますが、ディテールを含め概ね相違のない外観となっています。ただしショルダーアーマー含め色再現度は MG の方が若干高くなっているようです。 MG は柔軟な手首関節を実装し、ハンドパーツが豊富で前腕に内部フレームを含んだより複雑なパーツ構成になっています。一方で無印は簡素な作りながら、腕部可動域としては大きな差はないようです。腕部のバーチへの感想です。まず MG からですが、ショルダーアーマーと前腕装甲を装着します。続いて無印、装着手順構造は MG と全く同じですが、 MG とは異なり裏打ちがありません。色再現、デザインともにそこまで大きな差はないようです。ただ MG には裏打ちパーツがある分、走行にボリュームがあるように感じます。はい、続いて脚部です。 MG の内部は完全フレーム化されています。部分的にその内部フレームのグレーを露出させることで、 MG はディテールなどの密度感が増して見えますが、
無印の方も色分けがされていないだけで、ほぼ同じようなディテールが刻まれています。腰部までは各ブロックとも比較的似たようなバランス感でしたが、脚部については太ももの長さに相違がありますね。足全体の長さは同じくらいですが、膝関節の位置が無印は明らかに高くなっています。脚部可動については大腿部に大きな差があり、 MG と無印の可動域の差を決定づけています。脚部のバーチへの感想です。まず MG からですが、スリッパと硬い走行、そして GN フィールド発生装置を装着します。はい、続いて無印。装着手順は MG とほぼ同じですが、スリッパの分割は MG が前後であるのに対し、無印は左右分割になっています。無印は裏打ちがなく完全な張りぼてではありますが、 MG に劣らぬしっかりとしたボリューム感です。 GN フィールド発生装置はやや MG の方にボリュームがあるようです。硬い正面の装甲のディテールには相違が見て取れます。お互い GN フィールド発生装置の展開ギミックを有していますが、 MG は内部まで正確に色再現がなされています。はい、ということでバーチへの感想が完了しました。同じ100分の1スケールで同じモビルスーツを立体化しているので、似ていて当たり前ではあるんですが、発売された年代に10年以上の開きがあるにもかかわらず、ディテールなどを含め極端な外観の違いは見られません。後発の MG の方に大きなデザインアレンジなどはなく、色再現の正確さ、合わせ目の出ないパーツ分割、露出しないながら作り込まれた裏打ちパーツ、可動域の拡大など、外観もさることながらより構造的にアップグレードされていると感じさせられます。はい、サイズ感やプロポーションを確認します。などれ状態ではサイズ的にほとんど差はありませんが、若干無印の方が背が低いようです。ブロックごとのサイズ感、プロポーションバランスも酷似しています。ただ先ほども触れましたが、太ももの長さに相違があり、膝関節の位置が異なります。はい、バーチ状態では無印が一回り小さく見えます。 MG の方には裏打ちがあることもあり、走行にボリュームがあって、かつバクバクの GN キャノン、脚部の GN フィールド発生装置も大ぶりなため、 MG の方が全体的により大きく見えます。無印と MG で身長に差がついたのは、スリッパのソールの有無が影響しています。ビームサーベルを除き、無印にはナドレの装備一式が付属しません。 GN キャノン、GN バズーカはお互いほぼ構造も同じで、同様の展開ギミックを有しています。はい、可動です。などれ状態ではそこまで大きな差はありませんが、無印は横方向の開脚に難があります。バーチ状態では可動域の差がより顕著となり、無印はより走行同士の干渉を受けて動かしづらくなります。はい、ということで以上、マスターグレード100分の1ガンダムバーチのレビューと比較でした。どうもありがとうございました。失礼いたします。